あれなんだよね。俺今日っていうかさ、旅行行ってきたんですよ、旅行。んでさ、ね、ちょっと俺のさ、旅行談義に15分付き合ってもらっていい？旅行談義にちょっと話長くなるけど、いい？旅行行ってきたんだよ。んでさ、まあ、なんか海行ったりね。海行ったり、山行ったり、バーベキューしたり、まあ人並みにね、楽しんできたわけですよ。んでね、やっぱりね、なんていうの？仲間内、みんなも知ってるような、私のこと知ってる人だったら、私のこと好きな人だったらね、知ってるようなメンツで行ってきたんですよ、私。よっちゃんさん、ふとんちゃんさん、わっちゃんさん。あと誰だ？ ちょっと待ってね。私、よっちゃんさん、わっちゃんさん、ふとんちゃんさん、てんぐちゃんさん。で、あと彼女、よっちゃんの彼女と6人で行ってきたわけなんですよ。でね、まあどこ行ってきたかっていうのは、まあ一応ね、別にね、伏せる必要もないんだけど、まあ西の方行ってきたんですよ。で、海行ったりね、山行ったりして、シュノーケリングしたりして、まあ、それなりにね、それなりにというか、すごく楽しかったんですよ。当日。ねえ。まあ、海行った後、バーベキューしようぜってなったら、やっぱり飲むじゃないですか。飲むじゃないですか、お酒。まあ、ベロベロに酔っ払っちゃいました、私たち。でね、とんでもないことしちゃったんですよね。こう日常生活で人に言えないから、このね、匿名性の高いインターネットの上で言わせてもらいますけど、私たちは、酔っ払ってベロベロ、本当にベロンベロン、みんながね、引くぐらいベロベロに酔っ払っちゃって、まあ、俺はね、なんていうの、寝ちゃったわけよ。浜辺で、ゴローンみたいな感じで。そしたら、友人のね、よっちゃんさん、てんぐちゃんさん、ふとんちゃんさんが、マジ喧嘩しちゃいまして。本当の喧嘩、なんか口喧嘩とかじゃなくて、殴り合いの喧嘩。もう、うわーみたいな、いやーみたいな感じで、殴り合いの喧嘩しちゃって。そしたら旅館のお母さんが、あんな感じ何やってんのーみたいな感じで来たわけ。そしたらそれによっちゃんが、こいつ、てめえかねえのに先に出れ、いやーっつって、ババアも巻き込んで大喧嘩になっちまって。もう近所中巻き込んで大喧嘩になっちまってさ、それで。深夜の1時ぐらいにさ、もう島総出の大喧嘩みたいな。俺たちを中心に島総出の大喧嘩になっちゃって、いやーみたいな感じで。ガチだよ、これ。嘘じゃねえからな。で、俺はマジでもう酔いすぎて気絶しちゃってたの。全然覚えてないのね。だから楽しいところで記憶が途絶えてんだけど、朝起きたらみんなの顔が血だらけなの。マジの血だらけ。え？お前らどうしたの？みたいな。なんでその顔中血だ、まずね、目が覚めた瞬間におかしいなって思ったんだ。俺なぜか車の下で寝てたの。俺だから一瞬ね、自分がわかんなくなっちゃって、俺車にひかれたんだって思っちゃったのね、記憶がないから。俺は車にひかれて、なんかみんなに置いてかれてるんだっていう、本当に車の真下で寝てたの、俺は。わかんねえ。誰か知らねえ車の下で。で、その隣パッて見たらよっちゃんが寝てたの。顔中血だらけで。これって結構な事件、なんか事件だなって思ったのね、俺は。まあ、頭回るじゃない、結構。朝でも。でね、あ、これは何かの事件に俺たち巻き込まれたんだと。おそらく軟禁されてるんだなって。本当に、深夜の3時だったんだよ、それが。で、やべえと思って周りをこうやって見渡したら、まあ、見覚えのある風景が目に飛び込んできたわけよ。なんで、あ、これは事件じゃないと。これはただ酔っ払っただけだと。ということで、吐いながらこうやってね、体中泥だらけ、顔は傷だらけ、ニキビだらけ。そういう状況で、まあでもまあ、たまのね、たまの休みだからまあそういうのしょうがないなと。いうふうに、折り合いをつけて、もう、ほふく前進でこうやってね、ホテルの中に入ってったの。ほふく前進で、ホテルの中に入ってったのね。んで、こうやってなんとか、うーって、洗って、変なさ、手洗うようなね、旅館だったから手洗うようなところで、服を脱いで、ジャーって、アシカみたいな感じで水浴びしたわけよ、とりあえずは。そしたらさ、部屋に戻ったらさ、なんていうの、みんなね、傷だらけで。わっちゃん以外はみんな傷だらけで。戦い終わった後みたいになってんの、本当に。なんか戦争から帰ってきた戦士みたいな感じで横たわってんの、みんな。これ何かあったんだなと思って。で、起こして聞いたら、俺たちさ、喧嘩しちゃったんだよ、うんこちゃん、みたいな。なんか理由はね、わからないんだって、みんなも。みんなもわかんないけど、なんか酔っ払った勢いで、本気の喧嘩しちゃったみたいで。で、俺はね、うっすら覚えてる記憶があるんだよ。うっすらね、本当にうっすら、俺の遠のく意識の中で、最後に見た光景っていうのが、俺と、天狗ちゃんと、布団ちゃんが大騒ぎしてて、それをね、
近所の人がね、そんなあんまりいい年こいて騒ぐなよって止めに来たんだって。それを俺たちが無視してシャンパンとかパチンだけど、うわーみたいな感じでね、ビールかけしてたんだって。それをよっちゃんが、おいおめえら、おばあちゃんが迷惑するからやめろよみたいな感じで止めてたところ、おいあいつよあいつ敵の味方だぞみたいなこと三人で煽ってたら、よっちゃんが怒っちゃってさ、おいなんだよおめえら言うこと聞かれるんだよみたいな感じで、天狗ちゃんの体を揺さぶったら、天狗ちゃんの右ストレートがよっちゃんの、こめかみにパチンって入って、よっちゃんが吹っ飛んだの。で、それを、光景を見たのが俺が最後だから、おそらくその後、大喧嘩に発展したと思うんだよね。で、次の日さ、で、まあ、そういったいろいろ曲折だったんだよ。でね、俺の記憶がないだけで、いっぱいあったんだって、俺が寝てる間、これはね、あの、口づてで聞いた話なんだけど、俺が寝てる間に、俺がガレージで寝てる間に、あの、天狗ちゃんと布団ちゃんがね、お風呂に入ってたんだって、反省しながら、ね、俺たちさ、もういい年、もう28になるんだよ、今年で、と。ね、いい年なんだから、もうこういうことやめようぜっていう話をね、してたら、よっちゃんが、それを外で聞いてて悪口言われてんのかと思ったらしくて、バターンって開けて、あの、風呂をバターンって開けて、おいおめえらや、今俺の悪口言ってただろみたいな感じで、そこでまた、大喧嘩になっちゃったみたいで。そういう、なんか、ありとあらゆる場所で、喧嘩しまくっちゃったみたいでさ。で、次の日起きたわけよ。で、次の日起きてさ、やべえぞと。これ多分みんなに超迷惑かけてるぞ、つって、旅館の人に謝りに行ったら、もう二度と来ないでくださいって言われて。もうあなたたちは、二度と来ないでくださいっていう風に、俺たち言われちゃってね。まあ、すいませんと。まあ、そう、叱る、そうですよねと。それは私たち悪いですよねっていう感じでね。じゃあせめて、掃除だけでもさせてくださいって言って、浜辺に掃除しに行こうとしたら、浜辺のさ、なんかわけわかんねえさ、親父とかにもくっそ怒られて、おめえらのよ、家までよ、ついでってよ、ボコボコにしやっかんな、みたいな、感じで、もうありとあらゆる、ひなみざわみたいな感じで、ありとあらゆる人から、俺たちは、なんていうの?冷たい目で、おいおい、昨日のあいつらだぜ、みたいな。ありと、もう、すれ違う人、すれ違う人から、そういう冷たい、汚いものを見るような目で、おいおい、あいつらだぜ、あいつらだぜ、みたいな。そういう目を浴びながら、だから、おい、みんな、朝ごはん食わねえで逃げべえっつって、逃げようとしたんだけど、お金払ってもう早く帰ろうって言ってたんだけど、ちゃんとやっぱそれは筋通さなきゃダメだよっつって、ちゃんと謝って朝ごはん食べて、ものすごい光の速さでね、旅館を後にしたわけですよ。やっぱちょっとね、なんていうのかな、よくねえってのは分かってんだよ、ほんとに。よくねえってのは分かってんだよ。やっぱハメ外しちゃうんだよね、マジで。ハメ外しちゃうんだよね。もう一回そこ行こう。来年もね、そこに行かせていただきます。なので。なんかやっぱりね、やっぱこういうでも、やっぱいい思い出にしたいじゃん。向こう的にもね、うん。向こう的にもいい思い出したいなっていうのはあると思うから、ちょっとね、もう一回来年度、ね、行って、反省というかね、うん。そう、反省させていただこうかなと。次の日の朝食みんな、シーンとしてたからね、ほんとに。顔色伺って、なんかやべえなぁ、みたいな。俺たちよ、こんなことしまったのかよ、みたいな。まあ、楽しかったんだよ、すごく。うん、すっごく楽しかったんだよ。すごく楽しかったんだけど、やっぱりなんていうの、やっぱね、年齢的にももうそういうことしたら絶対ダメじゃん。迷惑かけてるわけだから。うん。一人迷惑かけちゃいけないなっていうのは分かってんだけどさ、やっぱりなんていうのかな、ね、お酒入るとやっぱダメになっちゃうよね。外からみたいな話。いや、みんなが聞いてるだけじゃん。壮絶だったらしいよ。なんかおばあちゃんとかもみんな、あんたたち警察呼ぶのバカなのかみたいな。ずっと。大声を上げてたみたいで。動画見たの俺、それの。なんかたまたま、動画がね、偶然撮れてたみたいで、あたしもう二度だけどうぞみたいな。そういう感じらしいんだ。ほんとにほんとに。もう警察呼ばれたらあんたたちみたいな。それにさ、なんか売り言葉に買い言葉に大喧嘩にね、なっちゃってさ、で、よっちゃんもさ、彼女にさ、そんなところ見られちゃってさ、見られたくねえじゃん、自分の彼女にさ。なんかくっそ喧嘩。友達、親友たちとさ、殴り合いの喧嘩をする。友達とか見たくないじゃないですか。ちょっとかわいそうだなって。ね。思いながらも、次の日でもね、なんか、まあ、仲直りしてたみたいだからね。うん。彼女どうだったの?彼女とかはみんなね、くっそ呆れてた。わっちゃんも次の日ね、もう、喋ってくれなかった。もう俺たちに呆れて。なんか俺もね、そう、煽っちゃうんだよ、すげえ。煽り酒しちゃうの。おいおい、おめえら飲んでねえなーみたいな感じで。くーっそ飲んじゃって、もう昨日なんていうの?ルールとして、ゲボ吐いた人は、一気みたいな。
で、ゲボ吐いた瞬間にまだアルコールが体の中に入ってくるわけ。それでどん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 さ、なんつうの、溜まってっちゃって体に。布団ちゃんに至っては歌歌いながらずーっとゲボ吐いてたからね。ワンフレーズ歌うたびに吐砂物がさ、口からの嘔吐物がバフって、あの歌詞とともに、歌詞が出てきてるのか、ゲボが出てきてるかわからないような、俺生まれて初めて見たからね、ああいう状況。ないでしょ。普通になんか歌いながら、ブラーガーみたいな。でも、それは、なんて言うのねえ、セーフというか。ちゃんと吐いて、吐くっていう行為じゃなくて、だから何かが出てきてるっていうか。地獄絵図だぜ。うん、地獄絵図、うん。なんで大学生みたいな飲み方してんだ。いや、なんかさ、そうなんだよ。ダメなんだよね。ちょ、わかってるんだよ。ちょ、わかってて、もう二度としないにしようっていうふうに言ってるんだよ、毎回。で、日常生活みんな、まあ、俺はね、自分の主観だからあんまり、じゃあ俺のことはなしにしても、俺以外の3人、布団ちゃん、よっちゃん、天狗ちゃん、すごい、すごい、真面目な青年なんだよ。飲むと、そうなっちゃうんだよね。なぜか知らないけど、その旅館の一人はよっちゃんが諸悪の根源だと思われて、あのでっかい人もう二度と連れてこないでって言われたから、俺が分かりました。あいつにもう二度と連れてこないでって、なんだかんだね、よっちゃんのせいにして全部帰ってきた。俺とふとんちゃんで、まあ、すいません、あいつ本当にでもいいやつなんですよ、みたいな。俺たちが悪くないよっていうのを全面的にアピールして、もう大丈夫です。もう二度と連れてこないんで、ほんと大丈夫ですって言って、一応ね、うん。被ってもらったわ。で、よっちゃんの前では、おめえ悪くねえよって。おめえだってさ、おばあちゃんたちによって、が来た時にさ、俺たちがうるさかったから止めたじゃねえかよ。お前の正義感が生んだ、なんていうのか、負の連鎖だからしょうがねえよと。そうかなぁ。なんかおめえがそう言って言ってくれるとすげえありがてえぜーって言った5分後に俺はババアにあいつも二度と連れてこないんでって言ってたからね。ガチだからね。ほんとに。みんな信用できないでしょ。なんか俺だって日本でさ、いねえもん、こんなことするやつ。なんか、酔っ払った勢いでさ、その後さ、仲直りの印にさ、人差し指の第三関節までアナルに入れ合いっこしたらしい、三人で。ズバーズバズバーっつって。で、あーっつって泣いちゃって、よちゃんが。それで、その、なんつうの、泣き声がうるさすぎて、泣き声がうるさすぎて、隣の部屋からクレームが来たらしいからね。俺はその時道路で寝てたから、見てないらしいけど、見てないんだけど、よっちゃんと布団ちゃんがアナルに指を突っ込み合って、それで泣いちゃったらしい。本当だからね。ガチで。だって、みんな知らないと思うけど、あの二人生放送でエッチしてるからね。それはもう消されてるけど、彼たちの人権を保護するために、俺が、それは、暴言とかじゃなくて、あなたたちの人権を保護するために消しなさいって言って、よっちゃんとふとんちゃんは生放送でアナルセックスしてるからね。うん。ホモじゃねえのに。あの二人飛び切りの女好きなのに、生放送でアナルセックスしてるからね。俺はそれは、彼らを守るために、消しなさいって言ったけど、俺はね。最終的に誰が勝ったの？なんかそういう話聞いたんだよ。なんかさ、どうやったら喧嘩しないで済むか決めようみたいな話になって、結局は、旅団みてえに、コインで決めるらしい。本当に喧嘩になっちゃったら、おいコインで決めるぞみたいな感じで、表裏で決めるらしいんだけど、そんな理性があったら喧嘩しないじゃん。そんな理性があるに大人が喧嘩しなくない？喧嘩しねえじゃん。だから俺は、その意見はなしにして、最終的に、いやもう毎回毎回喧嘩して強いやつを決めれば、そいつがリーダーになるわけじゃん。そいつには逆らわないっていうカースト制度。順番を決めることによって、逆らえなくなるじゃん。カースト制度を用いた、そういうね、制度をね、私は提案を今、してるんですけどね。大人の喧嘩は笑えないぞ、本当だよな。マジで笑えないよな。だからね、良くないなって本当分かってるんで、口だけじゃなく、分かってるんだけどさ、理性がやっぱ外れちゃうんだよね。